はい、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の教科書5章テスト対策やっていきます。で、ここの章スタート、初めてのテスト対策なんですが、最初言葉の問題を8問やっていきます。なので1回ね、ここで動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に不安だったりわかんないのがあれば、今からね、自分が全部穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よいしょ。よし、じゃあ行きましょう。で、ここなんですけど、ちょっと個人的なね、思いをちょっと話していいですか。この章、平面図形のところが中間とか期末のテスト範囲に入ってるとき、ここ、まあ、他のところもね、他の章も同じなんですけど、ここは特に言葉の問題、こういう。多分みんなの学校のワーク、塾のワーク、書店でね、本屋で売ってるワークとかでもそうですけど、結構あると思います、言葉の問題。で、ここは押さえておきましょう。で、なんでかっていうと、ここってね、結構まあ学校の先生にもよるんだけど、結構出します、言葉を。で、当たり前のことを聞かれてるんだけど、意外とテストで出されると、初見で解けないんだよね。いや、その言葉は知ってたんだけど、そこに入るの?みたいな。で、5点とか10点とかね、落としてしまうと非常にもったいないので、ちょっとそのね、確認のためにも聞いてもらえたらと思うんですけど。で、まず一つ目。二直線 ABCD。つまり AB と CD っていう二つの直線があります。直線ね、まっすぐな。で、それが直角で交わってできる角が直角っていうのは、まあ、ABC どっちかわかんないけど、1本、2本。交わってできる角っていうのはここ。これが直角ですよって。つまり、この言葉を聞いたときに、これがね、ちゃんと想像できるかどうかが大事なんですけど、じゃあこの時に AB と CD はほにゃららであるという。ね、あれなんて言うって、直角に交わることを、垂直ですよね。で、垂直の垂結構漢字間違いやすいんで気をつけてください。で、垂直であると言い、AB と CD、ほにゃららと表すマークがあるんだよね。で、垂直マークっていうのは、こういうマークです。アルファベットの T の大文字を逆さまにしたやつですね。で、次に、二直線 LM。こうやって ABCD ってね、例えばこれが AB と、これ切れちゃったけど、CD ってこういう風に書いたりとか、LM って言って、直線 L、直線 M みたいな感じで、アルファベット1個で書くときもあるんですけど、で、こいつが交わらないとき、交わらないんです。で、それどういう状態かっていうと、ちょっとフリーハンドなんでね、申し訳ないんだけど、L、M ってこういう状態。で、今ここで切れちゃってますけど、あれをどこまで伸ばしても絶対にくっつかないの。L と M。これが交わらないとき。で、これじゃあどういうことかっていうと、L と M はこれどういう状態って。これ、平行ですよね。だから、この言葉の書かれ方をしたときに、多分平行とか垂直の言葉は知ってると思うんだよ。テスト勉強してればね。でも、こういう風に出されたときに、ちゃんと垂直って答えられるかどうか、っていうのがすごく大事になります。で、まあ、平行で、平行マークは、斜めの棒を2本。左下に向かってね。これが平行マークになります。まず1個こんな感じ。で、次です。ここ地味にね、出されると落としやすいんですけど、図形の形と大きさ、これ話変わるからね、上からガラッと変わるよ。図形の形と大きさ、形と大きさを変えないで、位置だけを変えることをほにゃららという。これ、まず答えからいきましょう。これ、移動って言います。で、この後にもやるんですけど、ほにゃらら移動って出てきますよね。主に3種類。で、その、ほにゃらら移動は知ってるんだけど、移動とかあった?みたいな感じがするんですけど、多分ね、教科書にあります。結構太字で書いてある、移動。まあ、太字じゃないかもしんないけどね。で、一応確認どういうことかっていうと、まあ、図形、ちょっとね、ごめん、メモ帳で申し訳ないんだけど、まあ、四角だと思って。で、図形ありますよね。で、この形と大きさを変えないっていうのは、この大きさなのに、例えばドラえもんのビッグアイド当てちゃいましたとか、大きくしちゃったり、ちっちゃくしちゃったりすることはしないでねって。で、形を変えないっていうのは、四角だったのに三角とかにしないでねっていう三角形みたいな。いいかな?だから形と大きさを変えないで、位置だけを変える。つまりここにあったのをここにしたり、ここにしたりっていう。これ移動だよね。単純に移動してるからさ。
だからこれ移動って言います。まず1個目。で、その移動の中でも、まあ、種類が何個かあるんですけど、平面上で、まあ、平面ね。平面の上で、図形を一定の方向に一定の長さだけずらすことをホニャララと言いますと。で、これまず書いちゃいましょう。これは移動の中で、まあ、1個目ですね。平行移動って言います。おそらく教科書とかで、ホニャララ移動ってま、主に3種類出てくるって話をしましたけど、1個目に出てきます、大体。平行移動ね。で、これちょっと先に埋めちゃいますね。平行移動といって、この時、対応する2点を結ぶ線分は、それぞれホニャララで長さがホニャララっていう。で、これまず書きます。線分は、それぞれ、平行で、長さが等しいと。こうなる。で、これまあどういうことかっていうと、まずね、平行移動確認していきましょう。図形を一定の方向に一定の長さだけずらすっていうのは、さっきこうやって会った時移動するって話をしましたよね。もちろん大きさと形は変えません。このまんま。で、一定の方向はこのまんまどっちか。まあ、方向わかんないけど。で、一定の長さっていうのは、そう、上の部分だけ長く、移動したりとかしないっていうことなので、このまんまずらすの。これを回さないんです。ずらさない。このままずらすことになります。結果として。で、これを図に表すと、ちょっと待ってね。三角形の方が分かりやすいかな。本当はさ、もう2個のホニャララ移動の言葉も合わせて1個の動画にしたかったんですけど、ちょっと図を書きたかったんでごめんね、ちょっと次の動画にずれちゃうんですが。で、こうあった時にこいつをずらすと。で、ちょっと前、かぶっていい？これね、フリーハンド多分きついかな。ごめん、ちょっとずれてるけど。許して。ごめんな。で、どういうことかっていうと、一定の方向にずらしたんで、ここからここに来てるじゃないですか。このずらし方と、こことここのずらし方と、こことここのずらし方。一定の長さだから、全部の頂点比べたときに、ここもここもここも全部同じ長さ。一定って同じだからね。のずれ方をしてますと。だから、さっきこう回さないでって言ったのは、例えばこれをこうやってしまうと、この頂点は長いのにこの頂点短いみたいなことが起こっちゃうの。だからこれを回さないでこのままずらしていく。こうやって。もちろんこっちでもいいけどね。これが平行移動と言います。だから今ね、長さだけずらしました。これが平行移動ですって。で、対応する2点を結ぶ線分っていうのはその黒のとこです。対応するところ、ここを結んだ線分ね。で、見てみると、全部平行ですよね。なぜなら全部同じ長さずらしてるから。あっちが長い、こっちが短いってないからさ。だから全部平行になってるし、全部長さが等しくなるよっていう。で、これも教科書に書いてあります。おそらく。あんまり授業でピックアップされない方もいるんですけど、先生の中では。なのにテスト出してくんだよね。そう、そういう先生もいらっしゃるので、まあ、言葉の問題で落とすの本当にもったいないんで、こんな感じで確認してもらえたらと思います。で、一個ね、申し訳ないのは、まあ、さっきも言ったんですけど、あと移動が主に2個あります。で、それを次回のテスト対策で言葉やりますので、それないのって思う方いらっしゃると思うんですが、まあ、もしよかったら次回の方もね、そっちで確認してみてください。では、今回はね、こんな感じで言葉の問題8問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もっと基礎的なとこから確認したいという方は、今ね、表示されている再生リストとか動画の方を飛んでもらえると、1年生の本編の方ね、見ることができますので、よかったらそっちもね、確認してみてください。では、またね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。